どの伝承に惹かれますかな。痛ましい話ですぞ。般若の伊予は鬼の勢と魑魅魍魎を送り出し、果てのない黄昏時を生み出した。村を燃やし灰へと変え、国中に破壊と恐怖を撒き散らす。こやつらに立ち向かうのはクロードのみ。たとえかつて劣ろうと一歩も引くことはない。鬼の体は黄泉の国へと戻された。何の音だ。